岡崎市長の中根康弘です。今回は熱中症予防についてです。熱中症は体が暑さに慣れていない状況で、急に気温が高くなった時に体内の熱をうまく放出できないことで起こります。今年は梅雨入りが早く、すでに湿度と気温が高い日も増えています。本格的な暑さを迎える前から熱中症に備えることがとても大切です。また新型コロナ対策としてマスクを着用することが熱中症のリスクを高めます。感染症予防をしながら熱中症を予防するポイントをお知らせします。まず基本的なこととして、暑さを避けること、エアコンを上手に使って自宅を涼しくします。コロナ対策として窓の開放や換気扇などを併用し、室温が28度以下になるように調整します。服装はゆったりとした涼しいもの、日傘、帽子の活用など細かな工夫が効果的です。屋外で人との距離が確保できる場合にはマスクを外すことも大切です。次にこまめな水分補給です。マスクをしていると喉の渇きを感じにくく、気づかないうちに脱水症状を起こしてしまいます。例えば1時間ごとにコップ1杯の水分を取る、入浴前後や朝起きた際にもまず水分補給をするなどを意識してください。大量に汗をかいた際には塩分も取りましょう。そして暑さに備えた体作りも重要です。暑くなり始めの今の時期から少し汗をかくような運動、例えば1日30分程度のウォーキングやストレッチなどで汗をかく習慣ができると、気温が上がった時にも体が上手に熱を放出してくれます。熱中症の危険性の高さが予測される日には環境省から熱中症アラートが発令されます。市ホームページでもお知らせしますので、発令された際には外出を控えるなどいつも以上の予防対策を実践してください。また市では市民の皆さんが行っている熱中症予防のアイデアを募集し、効果的な取り組みは広く周知したいと考えています。詳しくは市政だより6月1日号をご覧ください。熱中症は正しい予防法を知り、普段から気をつけることで防ぐことができます。早めの対策で熱中症を防ぎましょう。